勘無量受経は、大乗仏教の経典の一つ。別名、勘無量寿仏教、無量受仏勘業、無量受勘業ともいい、勘業と略称される。サンスクリット原点、チベット語訳が発見されていないため中国、戦術説もある。両野社分けの仏説勘無量受刑原存最古の、活人殺物である、仏説勘無量受経残ージ。 クモりマミツタの官無料受刑ウイグル語訳は、残刊が大谷体験隊により、遁向にて発見されているが、艦役経典からの翻訳と見られている。アジャセという名の大使が、悪友の台場だったにそそのかされて、父のビンバ馬車ラ王を幽閉し合死させようとした、ラージャガ派の悲劇を導入部として、王の記載である伊代家夫人の願いにより、釈迦が、極楽世界や阿弥陀仏、観音、 生死の二菩薩を乾燥する十三の漢方を説く。そして、極楽世界に往生するものを、常本上昇から下本下昇まで句本に分類し、最後に、釈迦が阿南に向かって、無量呪物の名号を常に心に留め続けようと説く。一方、極楽往生することよりも語悪に汚れた現世で、精進することの方が苦毒があると説く語悪談があるが、 これは中国的な思想であるため、偽教説の拠りどころの一つとなっている。ありがとうございます。